算数理工学の授業を始めていきます。今日は第0回目ということで、ガイダンスと離算数学の復習ということになりますけども、声は聞こえてますでしょうか？よろしいですか？はい、ありがとうございます。コメントスクリーンが使えるようになってまして、コメントスクリーンのリンクは、クラスルームのストリームのところに、上の方にあると思うんですけども、まあ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、こちらにももう一回、URL をチャットの方に出しましたので、ぜひ使ってください。よろしくお願いします。はい。でですね、まず、離算数理工学というのを、半年間ですね、担当します。岡本よしおです。で、これをですね、どのような形の講義として進めていくのかってことを説明します。まずですね、概要ですね。この講義の主題は、これですね、主題は何かというと、3つの、次のに説明する道具を使って、離散システム、離散アルゴリズム設計と解析に関する方法論を学習するということです。で、まあ、その3つというのは、数え上げ組み合わせ論と、離散代数と、離散確率論です。はい。それで、まあ、キャッチフレーズですけども、私の講義は、まあ、キャッチフレーズというのを一応挙げておいて、こういうことをやりたいんだということをご紹介してるんですけども、まあ、この講義では離散数学を使うってことを目指す。だから、まあ、数学っていうのは皆さんいろんなところで勉強すると思うんですけども、まあ、その数学をですね、数学として勉強するとか研究するっていうのは重要なんですけども、私たちの立場としてはそれを使って何かをする。ってことですね。だからその数学を道具として使いたいわけです。で、それをですね、ちょっとご紹介するということになるわけです。で、一つですね、皆さんが誤解しているかもしれないことがあるかもしれないので、言っておきますと、数学を使うっていうことをするためには、まあ、数学そのものをなんか勉強しなくてもよくって、その数学の使い方だけ勉強できればいいのかなっていう気がする。かもしれませんけども、まあ、そんなことはなくてですね、ちゃんと数学っていうものがどういうものなのかってことを、ある程度知っておく、あるいはその勉強しておくとか、身につけておくってことが重要で、なぜかというとですね、そうでないと数学の使い方をですね、間違えるんですね。で、なんでこんなこと言うかというと、そういうものがですね、もうすでに世の中にたくさんあるんです。数学っぽいけども数学じゃないとか、数学使ってるように見えてるけども正しく使えてないとか、そういうことたくさんあるんですよ。で、そういうのはやっぱり困るんですね。そういうことになるので、そういうふうに間違った使い方をしないようにするためにも、ちゃんとその数学そのものを勉強するってことは割と重要で、だからその使える立場から言うと、使えればいいっていうよりも、深くいろんなことを勉強しておくってことが重要です。それによってうまく使うことができるようになるということになる。っていうことを目指してください。はい。で、この授業の達成目標、3つあります。1つ目は、数え上げ組み合わせ論、離散代数、離散確率論における用語を正しく使うことができるということですね。用語を正しく使うことができるこれ非常に重要です。で、2番目。数え上げ組み合わせ論、離散代数、離散確率論における典型的な論法を用いて証明をすることができる。今ちょっと言ったんですけども、この、だから証明を行う証明をするっていうのは、そのなんか数学者だけができればいいのかなっていうふうに、皆さんは思っているかもしれませんけども、実はそんなことなくて、数学を使うっていうのは、実はこう証明することにほぼ、まあ、等しいんですね。なので、これちゃんとできるようになってほしいということです。で、3つ目。数え上げ組み合わせ論、離散代数、離散確率論を用いて、離散システム、アルゴリズムの設計を解析ができる。まあ、これは上で言ってる主題、そのものになるわけです。で、まあ、この講義では、そういうものの例を、いくつかご紹介するということになるんですけども、まあ、皆さん自身が興味のあるそのシステムや、まあ、アルゴリズム、あるいはそのプログラム、いろんなものがあると思いますけども、そういうものの解析ができるようになる、設計ができるようになるということが重要なので、この講義で扱うものはそういうものの、まあ、一例なんだと思ってもらって、それを通して皆さんの今後の生活とか今後の研究に役立てていくということが重要かなと思います。はい。ですね、質問があったらいつでもコメントスクリーン、あるいはチャットで、していただいていいので、お願いします。
それでですね、典型的な問題、この講義ではこういう問題を扱いたいなっていうふうに思っているものを2つ紹介します。で、1つは誕生日のパラドックスと呼ばれているもので、何かというと、これですね。ここに書いてます。どういう設定の問題かというと、このクラスの中に誕生日が同じ2人がいるか、そのような2人がいる確率は、っていうことを考えたい。このクラスの中にって言ってるのは何かっていうと、皆さん、自分と同じ、なんだっけ、自分と同じ誕生日の人が他にいますかっていう質問じゃなくって、今、ここの、これズームミーティングですけども、33人参加している。33人の中に同じ誕生日の2人がいますかっていう、そういう問いです。じゃあ、そのような2人がいるという確率はいくつでしょうっていうのを、実際その後半の離散確率のところの、はるぶるは割と簡単な計算なので、すぐできるんですけども、その計算をするっていうのは、今後やっていきたいことなんですけども、今日は実際にちょっとまずこれ調査したい。で、ですね、ちょっと調査のために何があるかというとですね、いろんなですね、ウィンドウが混んでいます。今のチャットの方に、あと長い、これフォームのリンクなんですけども、ちょっとこれ、ちょっと見てもらって、で、これを選んでいただくと、誕生日を選んで記入してくださいっていうフォームが出てくるはずです。で、これ皆さん、誕生日、皆さんの誕生日を一回、入力してください。で、今、回答がですね、集まってるんですけども、これ後で、休憩の時間があるんで、その時にちょっと、ご紹介して、実際にこの、30人ぐらいの中に同じ誕生日の人がいるかどうかってことをちょっと確認したいと思いますので、じゃあ今のうちにちょっと回答しておいてください。はい。ですかね。で、これが、一つ目の話題、こういう問題を考えていきたい。で、これ自身はこの誕生日いるかいないかっていう、なんかどうでもいいような問題に見えるんだけども、実際にこれは、暗号における誕生日行為とかですね、不可分散。分散システムの不可分散とかにですね、関わってくるような問題の、なんだろうな。メタファーって、通じるのかな。メタファーってわかりますか？メタファー。わかりますね。例えとして使われていると。そうですね。そういうものの例えとしても、誕生日っていう設定を考えているということになります。はい。じゃあ、二つ目の問題。これ、15パズルっていう、典型的なよくある、パズル。昔はですね、観光地に行くとお土産屋とかにも売っていたかもしれませんし、今だとコンビニとか、あれですね、ドラッグストアとかに売ってるかもしれないようなパズルですけども、何かというと、4×4 の盤面に1から15の書かれた正方形のコマが1つずつ置かれていて、1箇所の空きを利用してコマを動かして目的の配置を作成するというパズルですね。例えば、この右のものを、左のところから作りたいんだけども、この今、この右下がこう空いてまして、この部分を使って、このコマをですね、こう移動させられる。こんな感じで移動させられる。で、この移動を繰り返していって、目的の配置を作成できますかっていうパズルですね。したいっていうパズルになります。で、これはですね、今、中継してましたね。で、じゃあ、昔ですね、サムロイドという人がいまして、これ新聞だったかな？新聞だったと思うんですけども、次は解けますかっていう問題を出したんですね。どういう問題かっていうと、目標になってるのはこの状況なんですけども、どこからスタートするかっていうと、これですね、この14と15だけが入れ替えられている。こういう状況ですね。こういう状況。盤面とかって言ったりするかもしれないけど、この盤面から、この目標の盤面を作れますかっていう、こういうものを考えるってことなんですけども、これ、実際にこの一つの空きマス使って、これ、できますかっていうような、解けますかかな。解いてくださいっていう問題を出したんですね。で、これはですね、長年人々を悩ませたんですけども、もしこれ、解けるんだったら、この解けるためのこの手順ですね。このどのようにこのマスを使って、コマを動かしていけばいいのかっていう手順も示せばいいんですけども、じゃあ解けないことを、もしこれ解けないんだとすると、解けないことをどうやって証明するというか、
皆さんに納得してもらう必要が、納得させられるのかってことを、まあ、考える必要があるわけですね。で、どう頑張ってもできませんでしたっていうのはですね、まあ、証明としては、まあ、皆さん納得できないんですよね。あなたが頑張っ、がん、あなたの頑張りが体が足りないんだとかっていうふうに言われたら、まあ、それでおしまいなわけですよね。どう頑張ってもっていうのは全然ちょっと、説明にはなってなくて、もう少し解けないんだったら、いい説明しなくちゃいけないわけですね。で、そういうことを考えていきたいっていうのが、これはその離散大数というところで、今回は扱う話の例になります。はい、まあ、こういうことをやっていこうかなと思います。はい。それで、スケジュールなんですけども、初めに言った通り、この講義は3つのトピックがあって、数え上げ組み合わせ論と離散大数と離散確率論という3つの、ものがあるんですけども、初めの4回は、数え上げ組み合わせ論の、まあ、基礎の話をします。はい。で、その次の3回で離散大数の話をします。離散大数っていうのはですね、まあ、これだけで、多分、3年ぐらい講義できるとは思うんですけども、そんなに我々時間ないので、3回の中で、その中の、まあ、一部分の、またその一部分のような話をしていこうと思います。はい。で、これはまあ前半で、後半が、まあ、離散確率論っていうのの話になって、これでまあ6回やろうかなと思ってます。それでですね、ちょっと注意があって、12月7日は、私今のところ国内出張しようと思ってまして、休みになります。休みになるというのはどういうことかっていうと、オンデマンド講義は、あとちょっと言うんですけど、オンデマンド講義もリアルタイム講義もこの週はない。という形にしたいと思います。はい。で、11月23日は、これ調布祭片付けの休みっていう形になってますので、休みです。これも、この週も、あれですね。オンデマンド講義もリアルタイム講義もないという形になります。はい。ではですね、情報、スタッフですけども、私が岡本芳雄で、この講義にはティーチングアシスタントの方がいまして、今も、ズームミーティングに入っています。吉沢さんです。はい。で、講義資料はですね、この URL の場所にありまして、これもクラスルームに、掲示してますけども、今日ここに掲示しているスライドとかですね、ここから入手していただけるという形になりますので、お願いします。で、ここには、講義資料として何があるかというと、まあ、こんな感じです。今、ここの、ズームミーティングでお見せしているこのスライドそのものもあります。があります。で、他に何があるかっていうと、印刷用のスライド。今、この、お見せしているスライドの1ページを、1ページって、このお見せしているスライドの8ページを1枚に、1ページに収めているようにして、もし皆さん、印刷して持ち歩きたいっていうことがある場合には、まあ、これを見ていただくといいかなと思って作っているものですね。あと、演習問題というのが用語集があります。演習問題はですね、後でちょっとどのようにやるのかってことは説明します。で、用語集っていうのは、その授業の中で出てきた用語の、漢字の読み方とか、対応する英語が書いてあります。案外ですね、皆さん、用語を正しく読むっていうことができません。ので、まあですね、なんだろう、この講義を、まあ、ビデオとか動画とか、まあ、あるいはこのリアルタイムに来ていただいて、耳で聞けば、用語の読み方っていうのはわかるはずなんだけども、まあ、来ていても読めない、あるいは来てないから読めないっていうことはあり得ます。ので、用語集があって、まあ、それを見ていただければ、漢字の振り仮名が書いてあります。はい、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。正しく読めるようにしてください。はい。で、この授業はどんな感じで進めるのかっていうと、時間割表には、オンデマンド、リアルタイム、併用って書いてあったと思うんですけども、ですね、基本的には皆さんは、このリアルタイムの授業に来るかどうかは、まあ、皆さんの自由、まあ、そのオンデマンドの方も見るかどうかは別の自由なんですけども、まあ、こういうふうに進めるので、それに従ってやってくださいって感じです。でですね、今、この時間やってるのはこのリアルタイム授業です。授業時間中ですね。で、今日0回目なので、ですけども、その次の、1回目からはどんな感じになるかっていうと、授業時間までに講義動画を、オンデマンドのものをもうすでに用意してあるので、それを視聴してください。で、これはですね、まあ、今、
YouTube へのリンクは作ってはあるんだけども、まだその公開されていないと思います。で、公開は、10時半です。10時半に公開されるように設定してるはずです。はい。公開なのかどうかちょっと後で修正しますけども、10時半に公開されます。ので、その後で、まあ、その1週間の間に見てくださいということになります。オンデマンド講義。で、オンデマンド講義を見たら、質問やコメントをクラスルームの方で投稿できるようになってますので、それをしてください。で、それは前日の24時、1時まで。前日ということは、つまり、まあ、月曜日ですね。月曜日の夜9時までに、投稿してください。で、もう一つしてほしいことは何かっていうと、ちょっと後でもその演習問題の取り組み方のところで説明するんですけども、授業内演習問題っていうのがあります。で、それはその授業の中、リアルタイム授業の中で、議論するというか、扱う問題なので、まあ、考えておく。それを事前にですね、考えておくってことをしてください。はい。それが、授業時間とリアルタイムの時間までに皆さんにしていただきたいことです。はい。で、リアルタイムの授業、この今のこの時間ですね。この中では、リアルタイム授業を受講しようと思います。で、この中では、この、なんだろう、オンデマンド授業の、なんか説明を繰り返すことはありません。ありません。で、何が行われるかというと、皆さんの質問やコメントに対して、回答をしたりとか、まあ、それに関して、討論を行う。討論というか、またディスカッションというか、質疑応答を行うというような目的を持っています。これがリアルタイム授業です。で、それをこのリアルタイム授業の前半では行って、後半では、グループで、その先ほど言った授業内演習問題に実際にその取り組んでほしいということになります。まあ、取り組むというのはどういう形なのかということを後でやっていきたいと思います。はい。で、授業が終わったら、その授業内演習問題以外の演習問題があるので、実際それに取り組んでくださいということになります。で、重要なのですね。いずれにおいても出席は取りません。ので、まあ、それは安心してもらうというか、まあ、そういうものだと思ってください。出席取らないというのはどういう意味かっていうと、もちろん、誰が出席してるのかというと、私は確認できるんですけども、それは、成績評価の対象にならないということです。まあ、出席しているからといって、出席しているだけで、その、なんだろう、能力が身につくわけではないですから、出席していることが、なんか点数になるわけではないということです。はい。いいですか？ちょっとなんか、待とうかな。なんか質問ありますか？いいですか？はい。じゃあ、進めまして、演習問題をどのようにやっていくのかってことを説明するんですけど、先ほど言った通り、演習問題、まず、そのファイル、紙があります。で、その中には、基本的に4種類の演習問題があります。4種類。で、それはですね、一番初めに授業内問題っていうのが書いてあります。はい。で、まあ、その他に、復習問題、追加問題、補足問題、追加問題っていうのがあるんですけども、まずこの授業内問題っていうのは、先ほど言ったそのリアルタイム授業の中で皆さんで、まあ、解いてもらう問題になります。で、その他の問題っていうのが3種類、復習問題、補足問題、追加問題っていうのがあります。で、補足問題っていうのは、まあ、その授業でやった内容をそのまま演習問題っぽく書いてあるようなものです。だから、まあ、別の言い方すると、授業を見てもらえば、その中に回答はある。という問題です。はい。だから、それをその改めて、まあ、その何も見ずに自分で解けるかなってことを、まあ、確認してもらってもいいですし、あるいはその授業で書いてある、授業でやったものをちゃんと自分でその、見ながらでもいいから、その文章にできるかなってことを、まあ、確認してほしいという問題です。で、二つ目の補足問題っていうのは、授業では、その問題の内容っていうのを扱っているんだけども、その細かいその証明であるとか、細かいその導出っていうのを省いているようなものです。その省いたところを補ってほしいというのが、この補足問題の役割です。で、3番目の追加問題っていうのは、まあ、それ以外の、まあ、新しい問題というか、まあ、いわゆるまあ普通の演習問題です。はい。で、まあ、この中には、4つの中にはちょっと難しいかもしれないと私が思っているような問題もあって、それは、発展問題という名前をつけて、区別しています。で、これらはどのようにして、やっていくのかというと、授業内問題は、先ほど言った通り、このリアルタイムのこの火曜1限の時間で扱います。で、それ以外の問題は、実習用です。皆さんの、まあ、空いてる時間でやってほしいということですね。
で、注意がありましてですね、模範解答のようなものは存在しない。これはですね、いろんな意味がありまして、まず一つはですね、一番重要なことは、私は模範的な人間でも何でもないということです。だから私が回答を作ったとしても、それが模範回答と呼ばれていることは決してあってはならないということですね。皆さん、誰かの、人の回答をですね、模範回答とかって呼ぶこと自体もナンセンスだと私は思ってるんですけども、だから、まずその自分なりに考えるってことが一番重要です。で、誰か、なんか別の回答があって、それをですね、模範的なものだと思うとかっていう発想はですね、もう、ね、やめてほしいんです。もう、馬鹿らしいです。はい。模範回答という日本語もこの世から抹殺したいと思っています。はい。なので、そういうふうに思ってください。で、もう一つは、私自身が回答を持っているかどうかってことは、あまり気にしてほしくなくて、やっぱりその自分なりの考えでやるってことなんですよね。例えば、私が回答を持っていって皆さんに配布するってことをすると、皆さんはその回答が良い回答とか、そのように回答すべきだっていうふうに勝手に思ってしまう可能性があるんです。で、それは本当に良くないんです。皆さんなりの回答をちゃんと考えて、それで皆さん自身が納得できるかどうかっていうこと、あるいはそれによって他の人を納得させられるかどうかっていうことの方が重要であって、そういうそのコミュニケーションですね。サイエンティフィックなコミュニケーション、科学的なコミュニケーション、数学的なコミュニケーションができるようになってほしいわけです。なので、あんまりどこかになんか回答があって、それがいいんだとかっていうような形の考え方はやめてほしいというふうに思うわけです。で、そうするとですね、実習でやるような、問題、自分で解いてみて、ある意味こういうその回答というのがないので、ほったらかしにされてるんじゃないかなって思うかもしれませんけども、それを防ぐために、皆さんは、演習問題、実習で扱ったもの、あるいはその、授業内演習問題も含めて構いませんが、それをレポートとして提出する権利を皆さんは持っています。もう一度今言った日本語を繰り返すと、皆さんはレポートとして提出する権利を持っています。これは提出しなくてはならないということではなくて、提出しても良いということです。で、レポートとして提出していただければ、そのレポートは私が見て、その皆さんの、演習問題に対する回答が私にとって理解できるものであるのかどうかってことを、コメントして返却します。はい。という形で、皆さん自身が解いた形の、演習、については、そのような形でフィードバックを行いたいというふうに思っています。ただ、私がなんか回答を用意していて、それと当てはまっているかどうかということを皆さんが確認するんじゃなくて、私が皆さんの、考えた回答を理解できるかどうかということを重要視します。はい。その点はご注意ください。はい。で、このレポートは、採点されません。だから、このレポート何回出して、何回、コメントつけられて、これ0点です。はい。だから、0点のレポートを毎回出していただくということをしても構わないんですけども、それをすることによって皆さんは、その自分の回答が、私にとって理解できるものなのかどうかということを確認することができます。はい。で、一応ですね、再提出もできます。返却された内容については再提出ができる形になっていますので、それも有効に活かしてください。で、今言ってなかったことは、この2番目ですね。レポートには提出締め切りがあります。ので、大体、次の授業まで、形に次の授業が始まる時間までということになってますので、そのつもりでレポートは、提出する場合には準備をしてください。はい。で、成績をどのように評価するのかって言って、今までは出席は成績に関係ない、レポートは成績に関係ないとかって言ってたんだけども、何が成績に関係するかっていうと、この、講義では2回レポートを提出していただきます。このレポートというのは先ほど言っていた、演習問題のレポートとは違うレポートになります。だから、この成績評価のためのレポート課題が2回出題されて、それに皆さんは、これは提出しなければならないレポートになります。はい。で、どういう形のレポートなのかってことを初めに言っておきますと、これ出題形式ですね。演習問題と同じ形式の問題が5問出てきます。で、その中の2題は、以上は、演習問題として、その各授業の時に演習問題として提示されたものと全く同じです。ただし、発展問題は出ないですね。
で、この、5題に全部回答するということになります。で、1問10点で、5問あって2回なので100点ということです。なので、評価はこの100点のみで行われます。レポート1の素点は、満点が50点で、レポート2の素点は満点が50点で、合計100点ということになります。で、これが皆さんの成績です。これ以外のものは何も勘案されません。考慮されません。ので、このレポートだけです。だから、まあ別の言い方すると、授業に出なくても、このレポートだけ出せば、成績がつくわけです。ので、まあそういう形で、まあ皆さんの、勉強しやすいようにやっていただければいいということになります。ちょっと待ってね。これはなんか、この授業を今、録画していたかどうかってことを確認してなかった。今、録画してますよ。よかったです。危なかった。自動的に録画するようになったんだけども、これ初回なので、もしかしたら失敗していたかもしれないと思って、今ちょっと焦ったんですが、ちゃんと録画してますね。よかったです。はい。すいません。そうです。一応、リアルタイム授業も録画しておいて、後で皆さん見れるようにしておきますので、だから、リアルタイム授業も一応、まあ、出なくても、後で、この、録画した分については、公開します。そうか、それちょっとちゃんと言ってもらわなくちゃいけない。リアルタイム授業で録画する部分は、この、初めの部分だけです。授業内容について、事前にいただいたその質問やコメントに対して、回答したり討論する部分だけを公開します。で、後ろのグループワークは、まあ、グループワークなので、これは、公開し、公開というか、録画されないことになります。ので、それは、ご了承ください。はい。で、この授業は教科書ありませんので、まあ、何も購入していただく必要はないですけども、まあ、もし、いろんなこと興味持つ方は、まあ、ここに書いてあるような本が、まあ、参考になるかもしれない、ないので、一応参考書としては挙げておきます。はい。ちょっと一番上の方ももしかしたら今、入手が難しいかもしれません。はい。で、この講義の中で、たまにですね、格言というものを私が言うことがあるかもしれません。で、格言っていうのは、まあ、辞書を引くとこんな感じで書いてあって、短い言葉で人生の真理や処世術を、などを述べ、教えや戒めとした言葉ですね。石の上にも3年、沈黙は金など、金言と書いてますけども、まあ、この講義では、この下の意味を指すと思ってください。講義内容とは直接関係ないかもしれないけども、私が重要だと思うことを言います。で、まあ、一番下に例とですね。単に取得への最短の道のりは、授業に出て演習問題を解くことですね。まあ、演習問題に取り組んでもらうというのが一番よくって、まあ、大体ですね、こういうものっていうのは、話を聞いてですね、身についたら、まあ、話は早いというか、まあ、楽なわけで、まあ、そんなことないわけですね。皆さん、なんだろう、プログラミングという行為をすることはよくあると思うんですけども、まあ、プログラミングっていうのもですね、話聞いてるだけではやっぱり身につかなくて、自分で書かないと、できるようにならないんですよね。それは何でも同じで、まあ、この講義が使うような数学っぽい話でもそうで、やっぱりその自分で手を動かすっていうのは非常に重要です。ので、ぜひやってください。で、ここまでで、ガイダンスというか、この講義はこういうことをやってきますよってことの説明をしました。ここまで何か質問とか、聞いておきたいとか、それ確認したいことっていうのがあれば、チャットとか、コメント流していただけますでしょうか。よろしいですか？ですね、じゃあ、今から、30分ぐらいは、次はですね、離散数学の復習って形で、順列組み合わせの復習の話をしていくんですけども、ちょっと私はですね、一方的にずっと30分ぐらい喋ってて、ちょっと疲れましたので、今から3分ぐらい休憩したいと思います。で、まあ、3分の休憩の間にも皆さん、なんだっけ、質問とか、コメントを、コメントスクリーンとかで流していただいても構いませんし、チャットの方に出していただいても構いません。私の方は後でそのコメント流れたもの見えるので、それで、コメント確認しますので、それで、コメントに出てきた質問など答えます。で、なんだっけ、その30分の、あ、じゃ、30分じゃない、いや、3分の間に、あれですね、誕生日の調査、今、30名の方がご回答いただいたんですけど、その、調査結果は、休憩の後にお見せします。では、今から、3分休憩を、3分、3です。3分休憩しようと思いますので、今、タイマー見えてますか？
見えてます。ありがとうございます。じゃあ、今、スタートし3分休憩しますので、じゃあ3分後にまたお会いしましょう。お願いします。はい。3分過ぎましたので、休憩を終わりまして、まずですね、誕生日の集計結果をちょっとお見せするんです。ちょっと待ってくださいね。これですね。見えてますでしょうか。ですね、こんな感じで、ね、個人情報が出てないですね。はい。こんな感じになってまして、これちょっとですね、で、この中に同じ誕生日人いますかって、まずこれ31名の回答があって、月で、そうとそこんな感じになって、これで、この中で誕生日の方で相当すると、私は出れるんですけど、まず、あ、月ごとに見ていって、どうかっていうと、2月同じ人いないですね。3月は同じ人いないですね。4月どうでしょうね。4月は、同じ人いなくて、5月1人で、6月もいなくて、7月もないですね。8月いないですね。9月いないですね。だから、このクラスには、誕生日が同じ2人の人はいないということになりました。これはですね、私この授業なんか何年かやっていてですね、この調査は毎回やってるんですけども、これは初めての事象です。多分この授業は8回ぐらいやってるんですけども、これもう初めてこういうことを起きましたね。こういうことっていうのは、このクラスの中に、同じ誕生日の2人がいないってことが初めて起きました。今まではずっと必ずいたんですけども、で、しかもですね、これはこの授業だけじゃなくて、他のところでもいろんな、例えばですね、出張講義とか行った時にもやってあったりしてるんですけども、いつも
うまくいくんですね。まあ、30人ぐらいいれば、うまくいきそうな感じは私はしていて、やってたんですけども、うまくいかなかったですね。うまくやらないって、うまくいかないって、誕生日、同じ誕生日の2人は今日はいなかったということになりますね。こういうことがですね、どのぐらいの確率で起こるのかってことは、後の方の授業で、ご紹介しますので、まあ、今日はこういう形だったということは、ちょっと覚えておいていただくと、後で役に立つかなというふうな気もしますので、ちょっとそういうものだったなというふうに思っていてください。はい。ではですね、今から30分ぐらいの予定ですけども、この順列組み合わせの復習っていうのをやっていこうと思います。はい。で、階乗って皆さんご存知だと思うんですけども、階乗っていうのは、自然数 m に対して、その m から1個ずつ、1個で、1つずつ、引いたものを、1番で掛け合わせたものというふうに、まあ、定義されるというふうに皆さんは理解していると思います。ですね、ちょっと今後、まあ、どういうふうに、この自然数って言葉を扱っていくのかってことは、漏れるかもしれませんけども、一応、自然数といったら、それは0以上の整数だっていうふうに思っておきます。で、それがですね、まあいいや、自然数といったらそういうふうなものだと思ってください。はい。で、まあ、ここに定義してるんですね、階乗を。まあ、これに従って、まあ、計算すると、例えば、まあ、0の階乗は1。2の階乗は2とかですね。4の階乗は4、3、2、1かけたので24という形でまあ計算できるところですね。で、ですね、一つ、重要なことは何かっていうと、ここにこう、点々って言ったんですよ。すいません。点々点ってあるんですけども、点々点っていうのはちょっと、これ曖昧なんですね。曖昧。例えば、なんだろうな。M の階乗っていうのを、このなんかプログラムを作ってですね、計算させようとするときに、このプログラムにですね、点点点とか書けないわけです。書けないわけです。ということなので、まあ、その、いうことを考えると、もう少しちゃんとした定義をしなくちゃいけないわけですね。で、ちゃんとした定義の一つの方法として、再帰的定義があります。で、それはこれですね。で、何かというと、M の階乗といったら、n が0の時には1であって、n が1以上の時には n に n-1の階乗をかけたもの。だからこの n の階乗を定義するために、その n よりも小さな値である n-1の階乗を使っているというふうな形で、ですね。で、これがその再帰と呼ばれているようなものなわけです。で、まあ、これを使うとどうなっているかっていうと、例えばですね、3の階乗を計算しようと思ったら、この定義に従う、この定義に従うと、3の階乗は 3×2 の階乗になるわけです。で、そうすると、3の階乗の計算もそのために2の階乗を知らなくちゃいけないということになるわけです。じゃあ2の階乗なんだろうと思ったら、2の階乗は、この定義に従うと、2×1 の階乗になるわけです。そうすると、1の階乗を知らなくちゃいけない。という形で、どんどん戻っていって、戻っていった時の値が全部わかると、それによって、3の階乗は計算できるという仕組みになっているということですね。で、これが、まあ、再帰的定義というものになります。ここまではいいですか？まあ、復習なので、まあ、これ皆さんご存知だという気がします。いいですね。はい。で、重要なのは何かっていうと、まあ、こういうそのなんか、まあ、これ数列なわけですね。1、1、2、6、24、次120かな。っていうような数列なんですけども、この数列が何なのかってことを、まあ、考えてもらうってことが今後大事になってきます。で、特に、この N の階乗の場合は、これは区別できる N 個のものを1列に並べる方法の総数を表しているってことを皆さんご存知だと思います。で、まあ、こういうものを今後、ここに書いてあるような、ちょっと色が、組み合わせ的解釈、組み合わせ的解釈というふうに呼んでいきます。何かというと、この階乗っていうこの数列っていうのは、この組み合わせ的なもの、離散的なものの中の総数として解釈できるということになるわけです。で、この場合、L の階乗というのが、このまあ順列の総数として解釈できるということになるわけです。ですか。で、一応今日の格言。組み合わせの等式は、組み合わせ的解釈で直感的に理解。今のは、この場合はこれは、まあ、定義を、この組み合わせ的解釈を通して理解しようとしているんですけども、まあ、今後、なんか、等式が出てくるときには、
この組み合わせ的解釈を考えましょうという形になります。まあ、これは今日後の方で出てきます。はい。で、これは、会場です。で、会場を使って定義されるものとして、二項係数というのがあります。で、これがですね、まあ、非常に重要なもので、何かというと、まあ、これですね。自然数 AB で、まあ、この場合の AB もだから、両方とも0以上だと思ってください。で、A が B 以上のときに、まあ、この記号を使って二項係数を表すんですけども、これは A の階乗を B の階乗と A-B の階乗で割ったものということになります。はい。で、この左側の記号なんですけども、これここに書いてある通り、A choose B と呼びます。A choose B と読むのがまあ普通ですので、今後こういうふうに読んでいきます。でですね、これ、まあ、二項係数なんですけども、まあ、これはその、まあ、組み合わせを表す数として皆さんご存知かもしれないんですけども、まあ、日本ではというか、この ACB というこの記号がよく使われたりするんですけども、まあ、これはですね、国際的にはあまり用いられません。私、この記号を見たこと日本でしかありません。日本以外で見たことないです。なので、まあ、私がこういうことを言うと、ちょっと怒られるかもしれませんけども、まあ、私は、まあ、過激派なので言っちゃいますけども、まあ、この ACB という記号は今後使わない方がいいと思います。うん。もう、この記号私は廃止したいと思ってるんですけども、あ、日本からね。日本から廃止したいと思って、追放したいと思ってるんですけども、まあ、なかなかそういうことにはならないんで、だから、まあ、だから、事実として言っておくといいと思うのは、この記号はあまり見かける記号ではない。ということですね。日本以外ではあまり見ない。私は、私は見たことがない。記号ですね。なので、そういうものなんだってことは、まず認識していただくといいかなっていうふうに思います。で、一方で、この A choose B っていうのは、この書き方はよく見ます。し、一般的です。で、まあ、普通はこの記号を使うのかなっていう気がするんですよね。なので、まあ、この記号を使ってください。まあ、ただし、なんかですね、こういうふうに書くと、なんかその、ベクトルと、二次元ベクトルですね。二次元ベクトル、平面ベクトルと見間違える可能性はあるっていう、批判は甘んじて受けるんですけども、まあ、だからもしかしたらこの高校数学と呼ばれるものでは、この C を使ってくるのかもしれませんが、あそこはですね、文脈で判断するということになって、そこはちょっと文脈を読み取る力が求められるということになります。はい。ということですね。よろしいでしょうか。で、もう一つ、なんかこういうものを見たときに、ちょっと感じてほしいことというのがあるんですけども、このですね、右辺のこの形を見たときに、これが整数なのかどうかってことは、このパッと見てはわかんないんですね。パッと見っていうだけでは。パッと見ただけではわかんないんですよね。なんでかっていうと、これは分数の形してた。で、これが実際に整数なんだってことは、ちゃんとまあ確認する必要はあるわけですね。で、確認の仕方はいろいろとあるんですけども、まあ、それは、今回は、まあ、これ復習だから、それはしないということにします。はい。はい。でですね、今からお伝えしたいのは、ここからもしかしたら新しいことになるかもしれませんけども、この二項係数というのは何を数えているのかということをご紹介します。はい。で、それはいろんなものを数えているというふうに解釈できるんですけども、三つご紹介します。で、一つ目は何かっていうと、これは、部分集合の総数を数えているというものになります。何かというと、この A choose B っていうのは、要素数 A の集合における要素数 B の部分集合の総数を表している。何かというと、例えば A が5、B が2の時には、この要素数5の集合、1、2、3、4、5というのがあったら、その中で要素数2の部分集合を全部集めると、ここにあるようになります。ということですね。で、これ10個です。で、実際に Go choose 2っていうのは10です。ちょっとまず計算しようかな。Go choose 2っていうのは、5の階乗を2の階乗で割って、5-3 の階乗で割ったものですから、これは5の階乗、2の階乗、間違ってますね。それ、2ですね。2で、ここは3の階乗ですね。で、これは、120で、26かな。60で、これ10ですね。はい。って感じになります。はい。で、これは、一つの解釈です。要素数 A の集合における要素数 B の部分集合の総数です。で、まあ、これは正しいんですけども、まあ、ちょっとこれなんか味気ないんで、もう一つの味がある、解釈をお見せするんですけども、一つは、色を塗るっていう解釈です。
何かというと、A チューズ B っていうのは、区別できる A 個のものの中から B 個のものに色を塗る方法の総称です。今、ここにあるのは、ここに5個のもの、これ区別できると思ってください。今なんかこれはなんか、どれも黒丸で区別できないような気がするんだけども、まあ、区別できると思ってください。で、これらのうちの2つに色を塗る方法です。だからまあ、区別できるんで、まあ、例えば名前がついていて、まあ、1、2、3、4、5、7がついてるとしましょう。で、そしたら、この初めの塗り方は、1、2に色を塗るんですね。この右のものはこれ1、3に色を塗る。これで一番最後のものはこれは4、5に色を塗るということです。その色を塗るものを、まあ、B 個選ぶんですけども、その塗り方、塗るものの選び方っていうのがちょうど A 中で B になりますよということです。いいですか？いいですか？で、もう少し味があるというか、別の解釈をお見せするんですけども、それは、これですね。高指導というものを考えます。で、高指導っていうのは何かっていうと、まあ、こういうですね、格子、グリッドと呼ばれるものがあって、だからこれは何かっていうと、まあ、これは整数点を、座標平面の整数点を集めてきて、まあ、作った図形だと思ってもらっていいと思うんですけども、この中で、A choose B っていうのは、00から A-BB に至る単調な格子度の総数です。何かというと、この一番右、左下の点がこれ00だと思ってください。で、右上が A-BB という点です。でですね、この00から出発して、この右上に、行きたいんですけども、その時に、この横と縦にしか進めない。しかも単調って言ってるんで、その上か右にしか進めない。で、進むときにはちょうど一歩ずつ一歩ずつっていうのは、長さ一度分だけ進むってことをやります。で、そうすると、この00から A-BB、この場合は A が5で B が2なので、3、2ですね。っていう、座標に進む方法の総数が10通りになると、この場合。まあ、一般的には A choose B ということになります。これ何でかわかりますか？いいですか？これ多分これご存知だと思うんですけども、もしわかんなかったらちょっと質問してみるっていうの。あるいは なんでかっていうような顔をしてみると、顔をしたジェスチャーをコメントスクリーンで送ってみるっていうのもありますけども、いいですか？わかりますか？いいですか？はい。で、この解釈ですね、これすごく重要なので、今後よく使っていく可能性があります。はい。で、まあ、こういうものが、2項係数の解釈としてあります。まあ、これ、今日後でちょっと演習問題を、実際にそのなんだっけ、授業内演習問題をやってもらうという、練習があるんですけども、まあ、その時にちょっとこれ考えてもらうことになります。はい。でですね、2項係数は、いろんな等式を満たします。で、ここにまあ、重要なものを3つ。書いてあって、一つ目は対称性ですね。この三つは、二項係数の定義を使えば、普通に証明できます。普通って言っちゃって、一番上だけやってますけども、対称性だけやってますけども、A choose B っていうのは、先ほど定義から A の階乗を B の階乗を A-B の階乗で割ったものというふうに書いたわけです。で、一方で、これ左辺ですね。で、一方、右辺の方は、A choose A-B ですけども、これは、定義に従うと、A の階乗で A-B の階乗で割って、A-A-B の階乗で割った。このものになります。で、この、下の方をちょっと整理すると、書けないんで、これ書くと、A の階乗を A-B の階乗で割って、後ろの方はこれは、整理すると、これ B の階乗になりますね。ってことなんで、これは左辺と等しいと。ということになって、これ、等式ですからね。ということになって、この等式を得られるという形になります。だから、まあ、こういう形で、この3つの等式は、定義を使えば、導けます。定義というのは、2項係数の定義と階乗の定義を使えば導けます。はい。ので、まあ、その、を導くっていうのは、まあ、ちょっとした演習問題かなっていうふうに思うんですけども、今から考えたいのは何かっていうと、まあ、これらが、その、組み合わせ的解釈を通してどのように、理解されるのかっていうことの、まあ、例を示したいと思います。
で、まずその前にですね、このパスカルの三角形っていうのがあるんですけども、まあ、これはよく知られてる、図形で、まあ、この後、この下もこう続いていくんですけども、これは、二項係数を、うまく並べたものです。今、A choose B っていうのがあるとしたら、その A が0、1、2、3、4、5、6、7、いう形で、この、なんですかね、段が作られているという形になっています。で、B の方どんな感じになったかっていうと、B は、この、ちょっとこの角でいいかな。ですね。この斜めのところですね。これが B が0、1、2、3という形になっていると。色変えないと、これをその上に色変えると、こんな感じですね。こんな感じで B が並んでいると。あ、同じ B の、ものが並んでいるという感じになっています。で、まあ、こういうふうに書いていくと何が分かるかっていうと、先ほどの、対称性って言ったのは、この軸ですね。この軸に関して、2つの値同じですよ。例えば、1チューズ0と1チューズ1っていうのは同じですよと。6チューズ1と6チューズ5って同じですよということを意味しているっていうのは、この対称性という等式です。パスカルの規則って言ってのは何かっていうと、ある二項係数の値を知りたかったら、この図における、その上に隣接している二つのところを持ってきて、それを足せばいいですよ、ということを表しているという感じですね。まあ、そういうふうに、まあ、パスカルの三角形とかパスカルの規則は理解できるということになります。はい。で、先ほど言っていた、じゃあその組み合わせ的解釈なんですけど、まあ、例えば、この対称性ですね。これがそのなんで、等しいのかってことを、その組み合わせ的に解釈しましょう。つまり何かっていうと、左側で数えているものと、右側で数えているものっていうのを、がどのように解釈されているのかってことを考えて、その二つが同じにならざるを得ないんだってことを理解するってことをしてみたいなと思います。で、そうすると、この色を塗るっていう、色をつけるっていう解釈に基づくと、この左辺の A choose B っていうのは、A 個のものの中から B 個を選んで色を塗る。ものの総数を表しているんです。これ、この数ですね。じゃあ、この、A choose A minus B っていうのを同じようにすると、A 個の中から A-B 個を選んで色を塗るっていうふうに、考えられるわけです。考えられるわけです。だけども、これは別の考え方をすると何かっていうと、今は、この図っていうのは、もともと色が塗られていない5個のものがあって、その中から2つを選んで色を塗っているというふうに、まあ、そういうふうに思ったわけですね。だけども、これそうじゃなくて、例えば、もともと、この5個のものに、こう全てに色が塗られている状況を考えましょう。で、この中から色を消すものを選びましょうということを考えます。で、色を消すものを選んで、まあ、この3つに色を塗らないことにした。その色を拭き取った。とすると、また同じ状況が得られるわけです。つまり、何かっていうと、この、実はこの A choose A minus B っていうのは、もともと塗られて、すべて塗られているところから、塗られて、色を消すものを、A-B 個選んで、この B 個だけが色を塗られている状況を作っているっていうふうにも解釈できるわけです。だこれは、その、赤、すべて赤のところに3つ黒を塗ったっていうふうにもまあ見えるわけですね。で、そうすると、この二つの塗り方、あるいはその色の消し方っていうのは、同じものを、生みますから、これによって得られるものの個数っていうのは、等しくなくちゃいけないわけです。だから、この等式成り立ちます。わかりますか？ちょっと今、説明があんまり良くなかったなというふうにちょっと反省してるんですけども、これわかりますか？いいですか？ですかね。はい。だからまあ、ここに書き方をもう一回言うと、A 個の中から色を塗る B 個を選ぶのか、色を塗らない A-B 個を選ぶのかっていうことを考えてもらうと、それは、結果として同じものを生み出しますから、この等式成り立つということになるわけですね。まあ、こういうのを、そのまあ、その等式を解釈するときに組み合わせを使うと。ですね。組み合わせ解釈を使って等式を理解するということの、まあ、例になっています。で、じゃあ同じことを、パスカルの規則と、吸収高等式にもやってみます。
あ、そうです。その前に、高指導を使った場合はどうなるかって、そう、やらなきゃいけないですね。高指導を使った場合、A choose B は、00から A-BB へ至る高指導の操作って言いました。で、それと同じように、計算をすると、A choose A-B は、00から BA-B へ行くのに、使う高指導の総数になります。なんでかっていうと、なんだ、これ、だから定義通りに書くと、ここの部分は本来は A-A-B、A-B ですね。こうなりますね。で、A-A-B、これが B ということになりますね。はい。で、下はこの例で、A が、ここで B が2の例。B が2かな。ですね。の例と。になってまして、この左側に書いてるのはこれが左辺の方です。で、右側のところ右辺の方です。で、この二つ等しくなくてはならないっていうのが、この等式なんですけども、なんで等しいかってことは、これパッと見で分かるかどうかをちょっと確認したいんですけど、なんでかっていうと、これはですね、右の図っていうのは、左の図の、をですね、この y イコール x のっていうこの直線で、このひっくり返したもの、繰り返したものですね。になってる。どれがなってるのかっていうことは、その対応が、場所がまずくていけないんですけども、例えば、これはですね、ひっくり返すと、これになる。いいですかね。ちょっとその、なんだろう。順番が逆になってますけども、その対応するもの。これになってますね。いいですかね。で、そんな形で、対称なものが必ず、その左と右に一個ずつ現れてますから、等しいと、いうことになるわけです。いいですか？はい。ありがとうございます。じゃ最後ですけども、これパスカルの方ですね。パスカルの公式、これもやってみましょうと。ですね。これは、何かっていうと、一つまず重要なこと言うんですけど、いうようなことを言うんですけども、左側には、この足し算があります。で、足し算は何なのかっていうことをちょっと言っておかなくちゃいけないんですけど、足し算っていうのは、これは場合の平と思ってください。これはなんか、格言にしてもよかったんですけども、足し算場合の平です。何かっていうと、左のものは何か数えてるんですけども、それを2つの場合に分けて、その分けたもの同士が、この2つのもので数えられているというふうに思うわけです。そうすると、これ、着色による、解釈は、左辺の方は A 個のものの中から B 個を選んで塗るというふうに言ってたんですけども、それを右辺の方は、違う形で数えているわけです。しかも場合分けによって。で、何を場合分けするかっていうと、この初めの要素ですね。初めの要素を塗るか塗らないかということで場合分けしてます。で、初めの要素を塗ってるものだけは左に持ってきて、初めの要素を塗ってないものだけを右に持ってきています。はい。で、じゃあ初めの要素を塗ってるものだけ見てみるんですけども、今は B 個のものに色を塗っていってるんで、この初めの部分ですね。ここに色を塗るってことを決めたら、残りの部分、これ今 A-1 個あるんですけども、その中から B-1 個に色を塗ると。いうことをすると、全体で A 項の中から B 項の中に色を塗って、なおかつ一番初めのものも色を塗られているっていう状況が作れるわけです。で、そうすると、A-1 項から B-1 項に色を塗る総数は、A-1 choose B-1 になるわけです。で、これによって、初めのものに色を塗るような場合が全部数えられているということになります。で、一方で、この初めの要素ですね、に色を塗らない場合は、どのように数えられるかっていうと、残ってるのは A-1 個なんだけども、その中から B 個を選んで色を塗る必要があるわけです。で、そうすると、その総数っていうのは A-1 乗 B になりますよ、ということになります。なので、この等式は成り立つということがわかるわけです。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。じゃあ、同じように、このパスカルの、公式、先ほど、そうですね、パスカルの公式。先ほどはパスカルの規則って言っていただきましたね。パスカルの規則は、
講師道を使っても解釈できるんですけども、ちょっとそれは皆さん考えてみてください。はい。で、この吸収行動式もありまして、まあ、これは割と、使える式で、まあ、なおかつ、はい、そう、まあ、使える式なんですけども、まあ、これ皆さんご存知ないかもしれません。でも、これも、先ほど言ったように、定義を使えば証明ができます。正しいです。で、これも、組み合わせ的な解釈を考えたいんですけども、ちょっと困るのは、この割り算なんですね。で、割り算ってちょっと扱いにくいんで、割り算をなくします。だから、両辺に B かけて、こんな形にします。はい。で、B とか A ってあるんですけども、まあ、これが何なのかってことをちょっとわかりやすくするために、まあ、これは、実は、B チューズ1とか A チューズ1なんだっていうふうに、まあ、これも、置き直しています。で、こうすると、これは、なんか、わかりやすい式になって解釈しやすくなりますので、それをやります。でですね、まあ、下に、それを示すんですけども、まず、言っておかなくちゃいけないのは、この掛け算ですね。掛け算、積っていうのは、順に選ぶことを意味します。先ほど、足し算は倍分けって言ったんだけども、掛け算は順に選択することを表します。だから何かっていうと、この辺の方は、初めに A チューズ1を使って何か選んで、その後で、A-1 チューズ B-1 を使って何か選ぶってことを表すというふうに思ってください。で、そもそも、この左辺と右辺は何を数えているのかってことをここに書いてあります。それ何かというと、ここに書いたように、A 1個のものの中から B-1 個に赤を塗り、1個に青を塗るっていうふうに思ってください。で、この A 1個のものは区別できると思ってください。で、その総数というのが、この左辺と右辺で計算できますよというふうに言ってます。で、右辺の方からやった方がいいかな。右辺の方からまず見ましょうと。で、そうすると、右辺はどうするかっていうと、この A チューズ1っていうのは A 個の中から1個選んでるんですけども、その1個を選んだら、それをまず青く塗ります。そうですね。青く塗ります。で、そうすると、残り A-1 個あるわけです。で、残りの A-1 個の中から、この B、赤で塗る必要がある B-1 個を選びましょうということになります。で、そうすると、1個を青、B-1 個を赤で塗るという状況が生まれるんだけども、この最後の A-1 個の中から B-1 個を赤で塗るっていうのはちょうどこの A-1 中で B-1 という形で書けるわけです。だからこの右辺というのは、ちょうどこの塗り方で得られる状況の総数を数えているということになります。で、これを別の方法で行っているのが左辺です。で、左辺は何をしているかっていうと、まず、この全部で A 個あるんですけども、A 個あるんですけども、A 個の中から、まずもう B 個に赤を塗ります。B 個に赤を塗ります。そうすると、本来赤は B-1 個しかいらなかったのに、1個余分に赤く塗ってるわけです。で、次に何をするかっていうと、その赤の中から1つ選んで、それを青で塗り直しましょうってことをやります。その B 個の中から1個に青を塗る。で、そうすると、青が1箇所、赤が B-1 箇所塗られているような状況がそれで作れます。で、これを二項係数で書くと、A choose B で、まず赤を B 個に塗るってことをして、B 個の中から1個赤で塗るってことをするので、B choose 1になるということになって、同じ状況が得られますから、この等式で成り立つという形になるということになります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、こういうような、組み合わせ的な解釈を考えるっていうのが、今日今から授業内演習問題として、ちょっと実際にやってもらうものの例になります。はい。で、今日は、まあ、そういうことを、復習という形で、会場と二項係数の話をしました。格言としては、組み合わせの等式は、組み合わせ解釈で直感的に理解してくださいということです。証明自体は、定理を使って行うんですけども、その解釈を通すと、その等式が何で正しくないのがいけないということが、わかりやすくなります。で、次回、来週というか、そのオンデマンド講義で見ていただきたいのは、この二項係数についてさらに詳しい話をしてますので、まあ、それを通して、まずオンデマンド授業を、動画で視聴してもらって、質問やコメントを投稿していただいて、来週の、リアルタイムの授業の時には、これですね、授業の演習問題をやったり、そのコメントに対する、議論をしたりします。はい。ではですね、今日の、
この、私から説明する部分は以上になるので、一応、録画はここで止めます。